まあ、今までありそうでなかった組み合わせですよね。そうですね。それ飲んでみた感じ、最初はすごくキャラメルの甘さが来ましたけど、はい、最後飲み終わると、もうあのキャラメルのくどさが全然ない、爽やかになるっていう、そういう感じです、ね。ま、お湯で飲んでいただきましたら、この抹茶の方が立ってきますので、でキャラメルの方がちょっと主張を低く、あの控えめになりますので、お水とお湯でもまた飲み方、いろいろとご提案できると思います。あ、水入れた場合とお湯入れた場合とで、はい、そうですね、ちょっと変わるんですね。はい、お水の場合はキャラメルが主張して、お湯の場合は抹茶が主張するという形になってます。はい、あ、ジンジャーが一番長いんですね。そうですね、ジンジャーが出てカスが出て、はい、それ今年抹茶キャラメル、はい、